こんばんは。今日のサブチャンネルは私すっごいいい香りに出会ったので、それが嬉しくて今カメラ回してます。すっごいいい香りの香水を見つけたっていう話なんですけど、私本当に香水が好きで、私の香水歴をたどると初めてつけたのが中学生ぐらいだったと思います。記憶ではね、雑貨屋さんとかに透明のケースがあって、その透明のケースの中にこれぐらいの小さい香水がいっぱい置かれてるの、わかる方いるかな？伝わるかな？これ。私がよく行ってた商業施設の雑貨屋さんとかによくあったんですけど、これぐらいの小さい小瓶に入った香水とかがあって、その中からお気に入りの香水を選んでずっとつけてました。もうほんとね、これぐらい小さめの香水なので、値段もそんなに高くなかった記憶があるし、あとはシュッシュってやるタイプではなくて、ここにちょいちょいってつけるんですよ。そしたら液体が垂れるような仕組みになってます。それを制服のポケットの中とかに入れて使ったりしてました。懐かしい。初めて自分で香水買ったのは中学生くらいの時かな。で、そっから社会人になってもお気に入りの香りを見つけたら買ってを繰り返してました。で、私がここ最近ずっと使ってたのはこちらです。白のサボン、オードパルファンっていう香水で、これ今2本目くらいかな。清潔感のある香りで、今の季節にもすごいいいと思います。春夏とかで1年使おうと思えば全然使えるんですけど、この香りがお気に入りで、2月3月か3月に家族が来た時も、家族で白のお店にも行ったんですけど、そこでね、母がめっちゃこの香りいいって言って、その後プレゼントしました。それぐらいすごくいい香りです。あとこれ以外に最近よくつけるのは、マルジェラのレイジーサンデーモーニングっていう香水で、それもすごく有名な香水なんですけど、今ね、ベッドルームにあるからちょっと取りに行くのめんどくさいから行かないけど、で、今使ってるのがこの2つでした。ここ数ヶ月ぐらいはずっとその2つを使って、たまにディオールの、あのピンク色の、なんだっけ、ブルーミングブーケ、女性らしい香りの香水はアポの時につけることが多かったし、あとはオーパラディも気分でつけたりして、イソップの香水は私的に秋冬の香りかなって思うので、最近はあんまりつけてなかったです。今まで使ってた香水はそんな感じで、でね、私が YouTube を見てたらこの香りがすごいモテるっていうのを見かけてしまって、コメント欄とか見てても、もうみんな絶賛してるんですよ、その香水を持ってる方は。これは本当にすごいいい香りですとかでめっちゃ書かれてて、その動画とコメント欄を見て、もう一刻も早く香りを嗅いでみたいって思ったんですよ。なので今日は仕事終わりにもうすぐにお店に行ってきました。それがこちらです。レラボ香水。私がメインチャンネルとかで香水紹介した時にコメントであったんですよ、ルラボもいい香りですよって言って。で、その時からルラボは知ってたんですけど、お店の前通るだけでお店の中に入るってことはなくて、今までだけど、その動画を見てから後押しされて行ってきました。私が買った香り紹介します。おしゃれな箱に入れてくれている。ルラボって結構いろんな種類の香りがあって、で、私が行ったお店では左から順にさっぱりした香りからちょっと深い香りに並べられていました。写真撮っとこう。お店のスタッフさんにこの中で一番人気なのは何ですかって聞いてみたら、私が YouTube で見た香りですってすぐ教えてくれて、余計欲しくなっちゃいました。何種類か正確には覚えてないけど、だいたい10種類くらいあって、ちょっと開けますね。ここから開けると綺麗に開きますよって教えてくれた。 Thank you って書いてる。で、話戻るけど、結構たくさんあったらどの香りがいいかってちょっと難しいじゃないですか。だけど私が行った店舗には10種類の中でも人気な香りが5つまた別の場所に置かれていて、なのでその5つから選ぼうかなって思ってました。一応全部香りは嗅いだんですけど、やっぱり人気な5つは人気な理由がわかるくらい、どれもすっごいいい香りでした。私が買った香りの名前がなんだっけ、アナザー 13って言っていいのか。あのね、お店で直接肌につけて香ったんですけど、
正直そんなにいい香りかなって思っちゃったんですよ。アルコール感が強くて、え、これあんなに絶賛されてたけど本当に人気なのかなってちょっと疑っちゃうぐらい、私の鼻が変なのかなって思っちゃうぐらい、ずっとこうやって嗅いでもなかなかいい香りだなって思わなかったんですよ。だけどそれが10分ぐらいかな経った後に嗅いだらめっちゃいい香りに変わってて、でもそれで、あ、すごいって思って、これがルラボかって思いました。右手に私が今日買ったアナザー13っていう香りをつけてもらって、左にはなんだっけ、今日もう一つで迷ってた抹茶の香りをつけてもらいました。こっちもね、すごい爽やかでいい香りなんですよ。だから最終的にはアナザー13か抹茶で迷って結局こっちにしました。アナザー13、なんかね本当にめっちゃいい香りで、あ、でもやっぱりここから直接嗅いだらそんなにいい香りって思わないかもしれない。やっぱ体温とかで香り変わってくるっていうから、そういうことなのかな。あ、もうずっと嗅いでたいぐらいめっちゃいい香りです。サイズは 15ml 買ったんですけど、これよりも大きいサイズがあったんだけど、私ね本当に今香水まだまだたくさんあるので、小さめのタイプから買おうと思ってこのサイズにしました。お店の方も言ってたけど、これよりも大きいサイズの方が2回目購入するときにリフィルがあるとかってなんか言ってた気がする。本当にこの香りがめっちゃいいって思った方は大きめの買う方が良かったかも。でも私今回この小さめの買っちゃったけどね、もしこれなくなってまたリピートするってなったら大きめの買うと思います。でもこのサイズ感だと旅行とかにも持っていきやすいから、その点いいですよね。これは海外にも持っていく予定です。ルラボの他の香りにも興味を来ましたもん。今日初めて訪れて、私知らなかったんですけど、他に2種類何か気になる香りありましたかって言われて、お試し用の香りをつけてくれたんですよ。こんな可愛い小さな袋に入ってる、私はさっきこれと迷ったって言った抹茶26オードパルファムっていう香りと、サンタル33オードパルファムっていう香りを選びました。ちょっと開けてみますね、中どうなってるんだろう。心遣いもめっちゃ嬉しい。こういうので試してみて、あ、これもやっぱめっちゃいい香りだなってなって原品買いしちゃう人が多いんだと思います。もう私もまさにそれになっちゃいそうね。あ、かわいい子供みたい、見てください、ちっちゃい赤ちゃん香水、めっちゃかわいい。これ 0.75ml 入ってます。え、すごい嬉しい。これあれですかね、初めて購入した人だけについてくるのかな。ちょっとまだルラボの仕組みがよく分かってないけど、あ、でも開けにくいな、ちょっと、お、あ、開いた、うわ、蓋を開けたらもうそのままこぼれちゃいそうな感じになってるので、ちょっと気をつけないといけないですね。でも可愛い、魔女が持ってそうな小瓶みたいで嬉しい。いい香り。原産国アメリカって書いてるけど、和を感じますね。抹茶だからかな、抹茶ってあの抹茶で合ってるかな。でもう一つはサンタル33、小さな小瓶に入ってました。書いてみよう。2番目に人気なのがこれって言ってた気がする、サンタル33でね。私がこの香水これでお願いしますって言ったら、それを伝えてからお店で瓶に入れてくれるんですよ。あ、いい香り。あ、これもいいな。これは、うん、やっぱ私的に1番はこれアナザー13で、2番目は抹茶だけど、3番目これですね。サンタル33はすごい落ち着きたい時、リラックスしたい時に嗅ぎたい香りですね。寝る前とかお風呂入る時とか。あ、いい香り。お家に帰ってからもずっとここの匂いクンクン嗅いでます。あ、いい香り。ちょっと香り薄れてきてるけど、それでもいい香りですね。はあ、久々にめっちゃいい香りに出会えて幸せ。店内もすごくおしゃれでいい感じの雰囲気でした。あとは東京限定の香りもありましたね。名前ちょっと忘れちゃったけど、なんかかっこいい名前だった気がする。おまけ2種類選べるじゃないですか。東京限定の香りは選べませんって言われました。香水買ったら早くお出かけしたい気分になりますね。ウッド系の香りなのかな。
サンダル。イソップにも近いような気がします。イソップはウッド系の香り、自然な香りが多いから、あ、いい香り。今日はもう帰ってからずっとテンション高いです。もしルラボの香水使ってる方でこれもめっちゃいい香りですよとかあれば教えてくださいって言うとしたけど、でもやっぱ香りは人それぞれだからね。私がこれ超いい香りって言ってもみんながみんないい香りって思うわけでもないから、私は好きな香りです。で、今日のサブちゃんは香りについて話してみました。本日もご視聴いただきありがとうございました。